西尾千明は、北陸放送のアナウンサー。同期入社は、須田健太郎。石川県小松市出身。小松市立第一小学校、小松市立足上中学校、石川県立小松高等学校を経て、青山学院大学文学部英米文学科卒業。青山学院大学在学中の2008年には、BS 富士ニュース学生キャスター14期生として出演。 2010年4月1日に北陸放送へ入社したが、入社3日前の情報ロックレオスタでデビューした。かつて、千秋の兄、マニアという自分の名前が入ったアニメ番組を持っていたほどのアニメファンである。アニメ好きになったきっかけは、中学生の時に見た、シャーマンキングの主人公である、朝倉洋の虜になったことによるもの。好きなアニメ作品は呪術廻戦、鬼滅の刃、 進撃の巨人、シュタインズ、ゲート、エヴァンゲリオンシリーズ、軽音、など。アニメ番組以外においても、過去に担当していた夜は、ホンダ超パラダイスの一部のジングルには、日常のオープニング曲、ヒャダインのかかたかた思いしいや、ハイヨレ、ヤルコさん W のオープニング曲、恋は混沌の霊なりを採用しており、このジングルは、自身が卒業した2016年度以降においても、 引き続き番組内で使用されていた。アニメ以外の趣味は、音楽フェス参戦、スノーボード、読書、映画鑑賞、カラオケ。好きな食べ物はイチゴ、焼肉、辛いもの、ビール。好きな花は、霞草。得意な楽器はベース。好きな芸能人は、宮崎葵、コーラケンゴ。2016年4月1日まで出演していた、レオスタのお天気コーナーでは、 絵を描くことが得意なことから、自らが描くお天気に関するイラストを紹介することが多々あった。また、2015年3月26日まで出演していた月金ワイド、おいね、どいね木曜、第2部では、ちいあねのしっかりしろよ。でも、がんばれという名物コーナーも担当。自身が姉後、ちいあねに噴し、悩めるリスナーに活を入れて励ます内容で、 2013年と2014年の大晦日に1時間の特番が放送されたほどの人気コーナーであった。そして、千秋の私、歌いたいんです。というコーナーでは、2014年4月に夫婦ゲで演歌歌手デビューも果たし、2015年3月にも第2弾として共演していた大平正彦とのデュエット曲、夫婦ふな歌を発表した。 2016年10月30日の千秋の兄、マニアで、自身の第一子妊娠を報告。次週11月6日の放送より、番組の名称を、兄、マニアに変更し、自身と同じく、アニメファンである、小野塚真奈美に MC を交代することも同時に発表。2016年12月より3級及び育休に、入っていたが、2018年1月17日の、おいね。 といね、うちのラジオの定時ニュースから復帰。また、2018年4月より、各の通るようの朝ダッシュ。の月曜から水曜アシスタント就任と、アニマにあの MC に復帰した。2019年12月24日の朝ダッシュで、自身の第二子妊娠と番組卒業を報告。2020年1月26日のアニマに、あで3級及び育休に入るため、 次週2月2日の放送より、後輩の久保田周平に MC を交代すると発表。2020年2月より産級及び育休に入っていたが、2021年4月1日から、おいね、ドイネ木曜及び金曜パーソナリティに就任、再復帰した。また、2021年8月1日より、アニマニアにも1年半ぶりに再復帰することとなった。ありがとうございます。